ジェイソン・オービル・プライディは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の、元プロ野球選手、右ト左打。2002年の MLB ドラフト2巡目で、タンパベイ・デビル・レイズから指名され、プロ入り。この年は、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、プリンストン・デビル・レイズと A-9 ハドソン・バレー、レネゲーズでプレーし、2球団合計で75試合に出場して打率。 366.8本類が34打点13盗塁の成績を残した。2003年は A 級チャールストンリバードックスでプレーし128試合に出場して打率。260.7本類が48打点26盗塁の成績を残した。2004年も A 級チャールストンでプレーし128試合に出場して打率。 276.17本類が86打点17盗塁の成績を残した。2005年は A 級バイセイリアオークスと AA 級モンゴメリービスケッツでプレイし、2球団合計で29試合に出場して打率219.3本類だ8打点5盗塁の成績を残した。2006年は A 級モンゴメリーでプレイし、 132試合に出場して打率。230.5本類が34打点、16盗塁の成績を残した。2007年は A 級モンゴメリーとトリプル A 級ダーラムブルズでプレーし2球団合計で134試合に出場して打率。303.14本類が66打点、26盗塁の成績を残した。 2007年11月28日に、マットガーザ、ジェイソン・バートレットラとの3対3のトレードで、デルモン・ヤング、ブレンダン・ハリスと共にミネソタツインズへ移籍。2008年は、参加のトリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスで131試合に出場し、打率、265.13本塁打、61打点、25盗塁の成績を残した。 9月3日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビューを果たす。この年メジャーでは10試合に出場して4打数無安打だった。2009年は主にトリプル A 級ロチェスターでプレーし、121試合に出場して打率。265.9本類が53打点、25盗塁の成績を残した。この年メジャーでは1試合に出場しただけだった。 2010年2月9日に、ウェーバーで、ニューヨークメッツへ移籍した。この年はメジャーでの出場はなく、主に参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレーした。2011年は控え外野手としてメジャーに定着。101試合に出場して打率、231.4本塁が、20打点、7盗塁の成績を残した。オフに、FA となった。 2011年11月15日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだが、2012年3月9日に、薬物検査で陽性反応を示したことが判明し、50試合の出場停止処分を受けた。アスレチックス参加でのプレイはないまま6月4日に FA となった。その後、6月15日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。 主に参加のトリブル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレーし49試合に出場して打率298.5本類が22打点4盗塁の成績を残したメジャーでは9試合に出場して打率300.1本類が3打点の成績を残した2012年11月6日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ 2013年は主に参加のトリプル A 級ノーフォークタイズでプレーし、119試合に出場して打率269.15本塁が57打点8盗塁の成績を残した。メジャーでは4試合に出場して打率200.1打点の成績を残した。2012年12月5日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。 2014年は主に参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし108試合に出場して打率278.12本塁が51打点28盗塁の成績を残したメジャーでは2試合に出場して4打数無安打だった2015年1月11日にアスレチックスとマイナー契約を結んだ この年は主に参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズでプレー、127試合に出場し打率。310.20本塁が89打点の成績を残した。メジャーでは6試合に出場して9打数無安打だった。2015年11月20日、広島東洋カープとの契約が合意に達したと発表された。2016年は 開幕に軍スタートとなった。チームが中盤から外国人枠を、投手3、野手1で起用し、野手も、ブラッド・イルドレッドとエクトルルナが結果を出したため、一度も、一軍昇格を果たせないままシーズンを終え、9月27日に、球団から帰国が発表された。12月2日、自由契約公示された。2016年12月9日に、 アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年5月7日にメキシカンリーグのプエブラ、パロッツと契約した。2試合のみの出場で5月15日にリリースされた。一軍公式戦出場なし。ありがとうございます。